こそ。本日はサンラリーグループマディ株式会社のデザイナーさんに来ていただきました。最近デザインした服の紹介と私たちのコーディネートをデザイナーさんにしていただきたいと思います。イエーイ。それではやってみよう。それではデザイナーさんに来ていただきましょう。お願いします。お願いします。では今デザインしている、服の紹介をお願いします。はい、今はこの辺のチュニックが結構トレンドでたくさんやってます。特になんかこのティアードのデザインが一番人気で、かわいい、はい、チュニック合わせのスタイリングが結構多いので、そのバリエーションでこういうちょっと切り替え入って袖がボリュームのあるデザインとか、フリルのデザインディティールとかを取り入れたチュニックを結構たくさん今やってます。へー、これ私個人的に好きです。似合いそう。似合いそう。これなんかちょっとなんかフリフリなのかなって感じもあるけど、でもなんかブラックだから着やすそうで、すごい使えそう。はい、そんな感じで、はい、ありがとうございます。ニックはこんな感じ。あとは、今ちょうど履いてもらってるような感じ。私も履いてるんですけど、これもあのマディ株式会社で購入させていただきました。こういう、そう、ちょうど、はい、なんかこういう感じの、はい、幾何学柄のジャガードのパンツとかも結構人気で、さっき紹介したチュニックとかにこういうの合わせたりとか、うん、こういうワンピの下とかにも合わせてもらえると、うん、かわいい、はい、いいかなと思います、はい、やっぱこういう柄物は、ね、シンプルのこういうね、私たちみたいなトップスにもすごい合うかなと思うんで、挑戦しやすいよね、あのパンツっていうのは。そうだね、パンツの柄物はすごく挑戦しやすいかなと思います。はい、ありがとうございます。あとはこれもパンツなんですけど、すごい、かわいい、色がかわいい、原色めっちゃ、はい、こんな感じのカラーパンツもちょっと最近企画をしていて、今年は結構なんか元気な色が多くなりそうかなっていうことで、ちょっといつもよりちょっと強めな色で、はい、やってます。この色とかすごい挑戦しづらそうな色だけど、でも今日のね、あ、高木さんにはとっても、私のこういうの下とかにこうね、そう、こういうの下にすごい、あの、合わせなんか逆になんかおしゃれな、ね、感じで、うん、アクセントがでいいかもしれない、ね、いいね、はい、色物はそんな感じですね、はい、ありがとうございます。次はこのタワーショルダーのトップスも今結構人気で、いい、結構企画でやってますね。なんか本当に結構ボリュームのあるデザインなんですけど、すごい肩ボリューム、これにデニムとかスカートとか合わせて、はい、かわいい、うん、なんかこういう配色のやつとかも今結構着てる子多くいますね。はい、そんな感じですかね、はい、ありがとうございます。それではコーディネートを組んでもらいましょう。お願いします。お願いします。お願いします。イエーイ、イエーイ、楽しみ。のテーマを教えてください。はい、デートに着ていきたいガーリーコーデです。おじゃ、このコーディネートのポイントはどこでしたか。はい、これは、さっき紹介したあのこのトップス の、うん、このパワーショルのデザインと、うん、あとまあなんかデニムとか合わせてもいいんですけど、うん、ちょっとデートでガーリーな雰囲気にしたかったので、うんうん、こういうスカートを合わせてます。かわいい。結構最初あのコーデを組んでもらった時はすごいガーリーなのかなって思ったんですけど、意外と着やすい感じですごく可愛くて良かったです。このコーデのテーマは何ですか。これは、夏に挑戦したいお出かけコーデです、
ポイントっていうのは何かありますか、このコーデで。これは、さっきも紹介したみたいな、チュニックなんですけど、まあ、ティアード切り替えだったりとか、ちょっと今年こういうちょっと肩に切り替えのあるデザインが多いので、こういった切り替えのディティールがポイントですね。あとは、はい、これもちょっとさっき紹介したんですけど、夏っていうことでこんな感じのちょっと強めの原色のカラーを取り入れたところがポイントです。はい、私結構あのカラーパンツは欲しいなって思ってたんですけど、どうやって着たらいいか正直わからなくて、今日こうやって組んでもらったらもうこの商品が欲しくなりました。ありがとうございました。ありがとうございます。今日はデザイナーさんに最近の服の紹介とコーディネートを組んでもらいました。はい、すごいね、原色のパンツすっごい似合ってるから、ね、絶対買った方がいいよ。ありがとうございます。あのいつもこういう系統の服私すごい着てほしいっていうか似合うだろうなって思ってたんですけど、いつも全然結構違う系統の服着てるけど、今日こういうあの私の着てほしいのが見れてとても幸せでした。ありがとうございます。かわいいと思います。じゃあ2人で、はい、マリー株式会社の服を買いましょう。はい、買います。このコーディネートが参考になったよという方は高評価とチャンネル登録よろしくお願いします。それでは次回の動画もお楽しみに。お楽しみに。